バが痛いんだよね。ずっとしびれてる。さっきちょっと包帯緩くした、あまりにきつくやってたから。病院行ってない。怖かったからすぐ包帯でぐるぐるした。今まで見たことないくらい切っちゃった。結構いった、多分あれは。なんか傷口なんか盛り上がってた。その切れ、これぐらい切れたんだけど、多分これぐらいかな、これぐらい切れたんだけど、モコってなってた。わかる？両側がモコってなってた。消毒してないよ、怖かったもん。してない、怖かったから。泣かなかった。あー、なんか切ったらこんなになるんだって思った。でも明日ジム行かなきゃいけないんだ。痛い、めっちゃ痛い。ジンジンする、ずっと。なんかだってジムの人にさ言ったら大丈夫ですって言うんだもん。なんか状況説明したんだよね。そしたら、まだ汗かくような運動ではなく、梨状筋、お尻の痛めてる神経リリース面になるので大丈夫ですよって。昼ぐらいの予約だから、多分病院行く時間ないよね。朝一？空く時間から病院行っとけば間に合うかな。東京だからどこの病院行けばいいか分かんないな。どうしよう。9時とか。これ整形外科なの？これ整形？普通の外科？整形？どっち？外科？
血管ないんだよね多分近くに。ないっぽいな。整形外科ならいっぱいあるんだけど。どっちだ？外科かな。整形外科っていっぱいあるんだね。予約だ。予約制だ。救急？救急？どうやったら救急で見てくれるんだ。分かんない救急嫌い。テレビ病院に救急嫌い。7119。ほう。これいつからやってるんだ。何時から。分かった、電話する。何時からやってるんだこれは。今でも行けるの？本当だ、24時間年中無休って書いてる。じゃあ配信終わったらかけます。ありがとう教えてくれて。出てて、行って行って行って。絶対握れない。これはできる。なんか災難だよね本当。寝られる寝られる。本当なんか嫌なことしかない。やばいなん
の工程？手の上でバター切ってたら、そのままこう切ろうとしたら、そのままめっちゃ切れ、新しいさ、あのショールームのカタログギフトでさもらったさ包丁が届いたのね。それを使ったら、今まで使ってた100均のやつより切れ味が良くて、ピュッていっちゃったの全部が。すごい切れ味良かった。すっごい切れ味良かった。なんかぼーってしてて、ちょうどその時ちょっとぼーってしてて考え事しながらやってたら、なんかやっちゃった。バイト休んだら生活できない。私東京にバイトしに来てるからでかすぎでかすぎ。ヌーのすごいアニメキャラみたいになるじゃん。アニメキャラじゃん。あの敵とやり合った時の深傷が痛むぜ。あいつは強かった。この傷を見るたびに思い出す。あいつがつけたこの傷、俺はあいつ許さない。で、7つの大罪見始めたんだ今日。めっちゃ寝てたのに眠い。今何話？ダンを助けたところ。ダンだっけ？強欲の罪。あ、バンだ。ダンじゃない、バンか。僕のお母さんまだ出てきてないな。ごめんね。姉ちゃん動画メッセージ出てきたよ。うん、送ったもん。
どんなアニメ好き？銀魂とか、銀魂とかフェアリーテイルとかハガレンとか。おやすみ。そう、見たの？見てないよ。推しぶどう1話だけ見た。面白かった。泣いたよ。泣けた。7つの財源でどれが一番強い？でも私全部積み系は全部あると思う。嫉妬もあるし、強欲もあるし、惰性もあるし、何でもあると思う。私なんかネットフリックス1話までしかなかったんだよね、多分。キングダム見たことない。ネタフリ中にも、あれ？なんでだろう？あれ？見たのかな私。ちょっと今確認してみる。あれ？見たのかな？ちょっと待って。あ、やっぱ1話もしか見てない。ちゃんと見ます。夏の大罪のアリちゃんのスキャラ大、まだまだ出てないよ。もうアイドルやろうかな。もうアイドルやろうかなっておかしいね、ごめん。まだ推しキャラいないんだよね。考え中だね。ポリポリ。7つの滞在も5期まであるんだね。結構あるね。いえー、見てめっちゃ汚くない？私長いアニメの方が好きだよ。ブリーチもね、結構見た。エスカノール？ブリーチ誰が好き？ブリーチもなんかな、推しキャラいないんだよな。なんかブリーチも推しキャラいないんだよな。あの人かな、チャド。チャドも好き。見たい、傷口。まだ私さ、自分が切ってフォルタイ巻いてからまだ見てないんだ。もう2回目見てない。1回しか見てない、まだ。私も見る、見る、開けてみる。ちょっと今心臓より腕に上に上げとかないといけないらしいから、ずっとこうやってやってんの。見たい？
見ないのかよ。バンされるか。傷口版あ、でもリストカットしたらこんな感じなんだって思った。多分リストカットよりかは深い傷になっちゃったけど血出てる時は思ってた、あ、これか、確かに生きてる感じするわってかいと思う、多分深いと思うけどな、どうなんだろう、外科でも今なんかだいぶコロナの影響でさ、あれだよね、絶対予約制のとこ多いよね。評価が良ければいいのかな。評価ってどこで見るんだ、病院と。どこか冷静だね。あ、そう？あ、でも確かに傷を開いた時もやばーいってずっと言ってた。あ、やばい、痛い、どうしようみたいな。やばい、痛い、どうしようみたいな、いや痛いなみたいな。最高、見たい、やっぱ最高、やっぱ見たい、やっぱ見たい。嘘だよ、ごめん。いっぱい最高。もしかして抜かれそうだった？ごめんね。ごめんね。あと1分だもんね。ごめん。なんかありがとう。抜かれそうだった私、4位の方に。ありがとう。気使ってくれたのかな。ありがとう。そうなの？やっぱ？ごめんね。ありがとう。優しいね。ありがとう。ごめんね。お風呂どうしよう。傷見せたらメンタル重々な。メンタル重々な。4位と10万以下のさ。大丈夫よ。ごめんね。ありがとう、レインボースター。なんかレインボースターって強いよね。ありがとう。お、終わった。最終結果を待とう、だって。
なんかすいません、ありがとうございます、お疲れ様です、なんかありがとうございます、ペコ。ありがとう。配信始めた時3位だったのびっくりした。あ、おーって、おーって、いつわかるんだっけこれ。利き腕じゃない、利き腕じゃない、後で見てみようかな、一人じゃ怖くて見れないよ。元気あるある、全然元気しかない、むしろ愛と勇気だけ。明日正午、あ、そうなんだ、明日の昼、うーん、そんかかるか、結構だね。今日の髪型可愛かったね、レイちゃんも美しかった。そうそう、クマさんね、レイちゃん大人、どんどん大人っぽくなるよね。なんかね、包帯とね、あれだけは買ってたのよ。塗ってない、塗ってない、塗らなきゃいけないのかな、やっぱり。なんかね、こんもりしてたの、一瞬しか見なかったから怖かったから、あんま見てないんだけど、なんかこんもりしてたなんかお山みたいな、お山みたいになってた、両脇がこう、こんな感じで、こんな感じで、じゃーん、キスパーパッドじゃない、ガーゼみたいな、どこにあるかな、どこに置いたっけ、後の富士山ですね。これこれ、これ貼った、傷口洗った方がいいかな、怖いよ、一人じゃ怖くて洗えないよ、すぐに圧迫した、切れて瞬間に手でグッて押さえて
あやべえと思ってずっとその場でしゃがんでて、なんか消毒液ないもん。でそのまま近くにあったタオルを、手が疲れてきてあー疲れたと思って、それですぐタオル取って止血して、なんとまたずっとじーってしてて、ちょっと気持ちが落ち着いたからこれを頑張って開けて貼って包帯ぐるぐるして終わり。ガーゼもあるよ。いた、ここら辺、いた、ここら辺触ったらめっちゃ痛いんだけど。え、だからジムどうしよう。ジムどうしようかな。遅い時間に変えてもらって、遅い時間に変えてもらって。ジムやっぱやめようか。日曜日変えてもらおう。謎に違う。だって断るの申し訳ないじゃん。予約してるのに前日に帰るのよろしくなくない？でも来て大丈夫って言ってるもん。ジムはその汗かくようなやつじゃなくて、梨状筋、お尻の痛めてる神経リリースメイン。でも前なんかこういうやつやった。こういうやつ。でもこっち上げ、手とか上げたくないんだよね。そう、筋トレではない。その私がここの筋肉使ってないらしいから、日常生活で。だからそれのなんかここのなんか練習じゃない、ここのどうしよう。言えない。いた、えらい。申し訳ない。今この私が怪我をした意味はどういう意味なんだろう。全てのことに意味があるじゃないですか。あなたとは仲良くなれないですは言える。手の上で物を切らないということを学んだだけか。しょぼいな。意味ない？すいません。そうね、新しい包丁はすごくよく切れることが分かった。
を考えた。クルーダウンせよ。クール。今回の景品もないぞ。いつも私は不注意だよ。注意して生活してください。やだ。そう、切れてるバター買う。バター切ってた、いける。でも美味しかった。あ、優しい。明日病院後また改めてスケジュール調整しましょう。優しいんだよこの方本当に。でも超美味しかった今日のパン。あれはマジでうまかったよ。え、今日作ったパンめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。しかもその前の日すき焼き作ったんですけど、めっちゃ美味しかった。それも、もしかして私料理うまい？もしかして私料理うまい？しかも見た目にもセンスがあるんですよね。なんか俺マジめっちゃパン美味しかった。ハマるマジで。あれは普通にベーコンと目玉焼きとチーズの下だけなんだけどね。作ってほしい？いいよ。ちょっと本当に美味しいんだよね。自分の料理が。キモい。本当に自分の料理が美味しいんですよ。クラシル見ながらじゃないと作れないけど、クラシル見ながらじゃないと作れないけど。いい奥さんになれないでしょ。最悪じゃない？料理作ってさ、いたーとか言って血だらだら流し始めたらさ、本当にいらなくない？そんな奥さん超不必要。不必要すぎてやばい。いらない。お前の嫁には死んでもならない。でてつたつろらつた
まあね、おてんばなところが可愛いみたいなね。そうね、人間は失敗して学んでいく生き物だもんね。で、そうだ。人に食べた感想を正直に、あ、言われたい方ですね。なんかちょっとオブラートに包みつつもはっきり言ってほしい。まあ、言われすぎはムカつくけど、お前が作れって言っちゃう多分。じゃああなたが作ってくださいって。じゃあそれぞれの料理は自分で作りましょうって言うと思う。言われすぎたら。あ、そっか、お口に合わないか。じゃあこれから料理はそれぞれ自分で作ろうかって言うと思う。正直言ったら大体さ、本当にそうだと思う。だってじゃあ自分で作ればいい。出血した時はわわわわ。でも言わないとお互い料理に遠慮したまま自分は自分で作ればいいじゃん。自分の分は全然遠慮してないじゃんそれ。全然遠慮してない。わわわわわってなってないな。あ、やべえってなった。あ、ここではにゃーって言わなかったら、はにゃーって言わないといけなかったな。そのまま共作ってなんだ。お互い別の料理作ってた。仕方ないじゃん、お口に合わないなら。美味しいって言っても信じてもらえない。あ、私信じないかもしれない。美味しいって食べてくれても多分、あ、本当かな、本当に言ってるのかなって絶対思う。料理対決、あ、そういうのは全然一緒に作れたらいいよね。何型、私血液型 A 型です。あ、やべえやべえと思う。好きな人が作ってくれるものは何でもいい。そうだよな、やっぱ美味しいよな。好きな人が作ったら美味しいよな。やっぱそうだよな。お口開けろ、食べろ、美味しいだろ。そうだよな、私が作ったものは美味しいよな。言います。ありがとう、ヒントくれて。そういう時が来たらそう言います。美味しいよね、そうだよね、食べるよね。
なんか恋人に料理作ってもらった系エピソードでほっこりするやつないの？ほっこりするやつ。すいませんっていう。お互いの家の味のものを作り合うの楽しかった。おお。ない。ぶち切れられたエピソード。何ぶち？オムライスで好きとか言ってくる。うわー。メイド喫茶みたいな。なんで怪我した？バター切ってた。包丁で。私もオムライス作ってよそ見したら丸ロスって書いて出そうかな。ハンバーグがハートの形してた。おお、いいっすね。自分の料理のスキルがある。しょっぱい卵焼きが好きな時の甘い卵焼きが得意料理って聞いてたから好みを嘘ついてた。おお、いいですね。古くなった牛乳を風呂に入れようと言われ腐ってたので拒否。え、何事それ。え、どうやって古くなった牛乳を風呂に入れようとするの。え、そういうなんか牛乳風呂的な。牛乳風呂的なやつ。ね、7119っておすすめの病院とか教えてくれる。相手が大学生だったからうまくなかったんだけどそれなりに作ってくれた。上から目線だな。スープに愛情入れましたと言われた。いいね。たらこパスタ作ってくれてこれ美味しいって言ったら3日でできてこかわいいな、その彼女さん。バレンタインデーにチョコレートフォンでした。いいね。二人で味わい尽くしましょう。年をとってもしわ、年をとってもしわしわになっても一緒にいて恋のスープを二人で味わい尽くしましょう。とってもしわなんだっけ、なんちゃらになっても一緒にいて恋のスープを二人で味わい尽くしましょう。かわいいこの新作。絶対欲しい。かわいい。今週の土曜日って何日だ。いけるな、買いに行こう。かわいい。最近買ってるところめっちゃかわいい。今回もなんだこれ、ギャワイすぎるだろう。また上の服ばっかり可愛いと思う。おもちゃ。キ
やばいすぎるこれ。やべ。いつから販売なんだ。肉の日ですな。クリスマスイブの出かける前にここを壮大にカーペットにこぼして落胆された仕方ない、許してあげて。そこで洗面台の前で撮ったあのメッセージインスタの服めっちゃ可愛く、あ、同じブランド、めっちゃ可愛くない、このブランドやばいよね本当に、えぐ可愛いのよ、全部が全部がドタイプすぎてさ。本当にやべえよこれは。好き好きさ、ふわふわふ、こんな気持ちメロメロディ。最近なんかめっちゃ花が絶対写ってる投稿になってる。夢だけど夢じゃない、お願いねマイメロディ、大人じゃない乙女です、泣いたり、あれ、泣いたりだってしちゃいます、君の名前つぶやくとドキドキするの、聞き分けないこの胸が歌い出して止まらない、上手じゃなくてごめん、いてててお花好きなのお花大好きだよ、届けないメロディ、しずくちゃんさ、見てた人いる？プル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 しずくちゃん、キュートな森守るためってやつ、プル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 しずくちゃん、まっしぐらさ頑張って、イなんちゃらら、イしずくちゃんみたいなやつ、プル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 、私も好きだった。雫だよ雫だよみたいな、雫ちゃんだよみたいな、なんかあんま、なんちゃらしずく、どんなセリフ言ってたっけ。しずくちゃんの声面白いよね。たまにこういうのあるんだよね。なんで？あせおくん？黄色ってあせおくん？たまに激痛走るんだよね。なんでだろう。痛い、もっと緩めた方がいいかな、締めすぎかな、押したら痛い。あせおくんか、ここ押したら痛い、小指。小指がしびれてる、てててて、て ずっとしびれてるよ左手、小指がめっちゃ一番やばい。
一番やばい。いや寝れるは寝れるんだよね。トゥン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 、トゥントゥン、いた。そんな？でも今行ってさ、終電とかなくない？帰る頃にはタクシー？みんなそんな軽々タクシータクシーいますけど、タクシーお高いんですよ。じゃあ一回電話し、うん、分かった。じゃあ一回電話してくる。一回ランキング読むね。13位、レリセンさん、ありがとうございます。12位は優勢73、あと大事になさってください、ありがとう、ありがとう。11位、ひでくんさん、ありがとうございます。10位、きりつぼさん、ありがとうございます。9位、お兄ちゃん、ありがとうございます。8位、しゅうさん、ありがとうございます。7位、くりぽんさん、ありがとうございます。6位、たるいもさん、ありがとうございます。5位、あゆうすけさん、ありがとうございます。4位、はいしおちごちょちょさん、ありがとうございます。3位、ガッピーさん、ありがとうございます。2位、うみさん、ありがとうございます。1位、よしさん、ありがとうございます。え、夜の診察は昼間の2倍もかかるの？自分の体はどうなろうといいよ。もう腰もやばいし私じゃあとりあえず7119に電話してくる。明日でいいってなったらまた配信します。バイバーイ。